はい、今日はですね、モンスト平成最後の日ということで、平成最後の超重心祭ガチャ見ていきたいと思います。ということで、ガチャはね、200オーブは265個あるんで、今回は20連引いていきたいと思います。で、令和になったら30連引いていきたいと思いますね。ということで、いきましょう。はい、ということで、10連ガチャガチャります。はい、来た、しましたね。さあ、モーセが当たってほしい。あと他は全部持ってるんで、限定キャラは。ゴー、頼む、何が出るか、何が出るかやな。お、おまけがいっぱいある。頼む、出てくれ。お、坂本龍馬。うーわー、坂本龍馬一つか。マジか。坂本龍馬やったか。ってことでね、ちょっと、あとは、どうしようかな。10連やるとあれやで、シングルガス10回引いていきたいと思います。10連やると、当たんない確率多いんで、僕の場合。10連ってことは。そうやな。165個まで。1回目。ガチャリ。1回目。ゴー。よし、オッケー。さあ、来い。頼む。頼むぜ。お、わかんな。わかんな。さあ、2回目。よし。ゴー。よし、オッケー。オッケーです。お、あ、ジジイか。3回目。オッケー、3回目。10連でいくとね、あれなんですよ、毎回言ってるんですけど、1回しか確率ないんですけど、 10シングルだと10回分毎回確率が変わるんで、こちらで引いてきたんですよね。はい、ゴーさあ、今3回目か。これで必ず当てる。俺はシングルでね、毎回当ててるんで。ゴー。4回目か。オーブ150個まで使おうかな。いや、ボックスかけてもしないかんで、160、お、すげえ、やっぱ出た、シングル。チュリ。おっしゃ。初めてゲットやな。オッケー。オッケー。ストライクショットとか言わんかな。頼む、言ってくれ。確定エース出てくれたらいい。まあ、修理が出たな。ガチャります。さあ、来い。ああ、ダメか。低い鳥みたいな。フェニックス。さあ、右回転。お、なるか、違ったな。さあ、あと2回引いていこうか。2回引いていこうかね。さあ、来るか。おお、ヒカキンが好きなやつ。さあ、ラス1これで、多分あれなんで、10連なんで、これで出ればいいけどな。おー、ダメやった。ってことでね、今回は坂本龍馬と修理が出ましたね。ってことで、令和になったらまた30連引きたいと思いますんで、ご視聴お願いします。ってことで、ありがとうございました。